中国新聞門脇です。よろしくお願いします。はい、この特集会グループの関係でお尋ねしたいんですが、はい、東京都の猪瀬知事がですね、はい、特集会グループから年金5000万円を受け取ったということで、はい、審判から、まあ、報道で話題になってますけれど、はい、まずこの件についてですね、猪瀬知事がどのように受け止めてらっしゃるか、その点からまずお伺いします。これまでのご説明を見ると非常に苦しい説明なのかなというふうには感じますですよね。もう少し明確にといったら、そのどう明確になるのかというのもなかなか難しいかもしれませんけど、その納得できる説明というんですかね、やっぱりなぜそれが必要だったのかとかいうのが必要だと思いますし、まあ、いずれにしてもそうですよね、やっぱりその趣旨なり、経緯なりをもう少し詳しく説明される必要があるんじゃないかなというふうには思いますね。その関連でですね、今、はい、猪瀬知事以外でもですね、より全国の政治家にもですね、同じように現金の渡しがあったのではないかというようなことが出てるんですけれど、はい、その中で、湯崎知事ご自身もですね、その特集会のグループとですね、何らかのその関係が終わりになるかどうか、そういうこともお伺いできればと思うんですが、私はですね、私の、講演会の方には、特集会からというんですよね、は入ってないと思いますけども、ちょっと詳細全部改めてチェックをしたわけではありませんけれども、これまでの認識では何かあるとは認識はしてないですね。自身も徳田議員とご接触されたこととかいうのはないです。はい、はいはい、以上です。はい、この件に関して他の人は質問ないでしょうか。ではこの他質問のある人はないでしょうか。尾道に帰ってもいいでしょうか。はい、申し訳ないです。はい、だから県はその、はい、保証人との話し合いを進めていくであって、はい、債権放棄というのはまだ今のところは考えられてないですよね。債権放棄っていうのはこれはいろいろその債権放棄のルールもあるので、なかなかそう簡単にできる話ではないんですね。で、原資も税であるということもありますので、そうですね、その債権放棄をしましょうというふうにはできないと思っています。はい、税金でありますので、できるだけ回収する方向では、そうですね、はい、可能な限り回収するとい、まあ、ただその可能な限りというのが、その保証人の方々いろんな状況があると思いますので、そこはそれを踏まえながらですね、今後、まあ、適切に対応していく必要があるとは思っています。はい、はい、その他質問のある者はありますでしょうか。毎日新聞の中里でございます。はい、はい、来年でですね、まあ、広島県と四川省のですね、友好提携から丸いうと30年か、はい、試合を迎えるということで、はい、まあ、先週も鄭大使とですね、はい、会談されたんですけれども、はいはい、改めてですね、まあ、防空圏の設定、防空修正の設定などをですね、はい、まあ、日中関係というのは非常に難しい状況にあるんですけれども、はいはいはい、県としてですね、はい、中国の方々とより、まあ、その連携を取るために、来年に向けてどのようになっていくのかというのを理解していきたいと考えています。はいはい、もちろん国家間のそういう緊張の問題というかですね、安全保障の問題は安全保障の問題として、適切に、対応する必要があると思います。で、それは一方でまさに安全保障の国家間の外交の問題っていう、これはもう国家間の外交の問題ですから、それは国がこの対応するしなければならないというか、国の責任のことだと思います。で、我々地方としてはですね、
その国における外交にもちろん影響を受けますけれども、やはりそこに支障を及ぼさない範囲では、さまざまな国とその友好を積み上げていくということは大事なことだと思います。基本的にはそれが国家安全保障にも資するものだというふうに思ってますので、我々としては中国とはですね、もちろん引き続き、その差し支えない範囲というとあれですけども、今特段何か差し支えがあるというわけではないと思ってますから、その特に四川省というこの姉妹提携を結んできたところとはですね、友好を関係を立て続けていくべきだと思います。それで来年は30周年なわけですけども、そこで従来5年ごとの周年、の記念の年には何らかその記念のですね、事業イベントをやってますので、それをまた考えていくのかなと。で今回は、通例だと日本側に来ていただくと、そして記念式典等をやるというこの順番なので、基本はそういうラインじゃないかなと思ってますけど、何かこの特別な事情が起きない限りはですね、そういう形で進めていきたいなというふうに思っています。はい、はい、その他質問がある者はありますでしょうか。県は今県の独自のテストをやっていて、でそれについて
については学校別に公表してるんですね。これ学年が違うテストですけども、そういう意味ではこの全国の統一のテストについても同様に扱っていくべきではないかなというふうに思います。具体的にどういうふうな形で公表するのかというのはさらに一工夫あるのか分かりませんけれども、大きな方向としてはですね、私はそれでいいんじゃないかというふうに思っています。じゃあ来年からは、はい、来年度からですね、そういったことに、交渉という考えを持っているというと念のための指針になってしまう。そうですね、まず教育委員会の方でどういうふうに対応されたというのを検討されると思って、それが何かよほど不適切であれば我々も何か申し上げるということがあるかもしれませんけど、まず教育委員会の方ではね、判断を尊重したいと思っています。はい、今の件で何か質問のある人はありますか。それではその他質問はありますでしょうか。がないということですので、一時の定例会見をこれで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。で次回の知事の定例会見は12月24日火曜日の1時半から、はい、よろしくお願いいたします。